心豊かな部屋、エビドーさんのご家族一家。このチャンネルの運営理念、エビドーさんの伝統を大切にしながら、新しい歌舞伎に挑戦する3人の活動を心温かい気持ちで応援いたします。團十郎襲名後も続ける植林プロジェクト、エビ森、命を守る森づくり。山の内町でエビ森、エビ堂さんが地元の高校生らと植樹、使われなくなったスキー場のゲレンデに苗木を植える。右から市川エビ堂さん、三元さん、玲香さん、長野県山の内町。歌舞伎俳優の市川エビ堂さんが使われなくなった長野志賀高原にあるスキー場のゲレンデに苗木を植える植林プロジェクトに取り組んでいる。2017年に亡くなった妻小林真央さんも生前参加し、今も2人の子供が参加する家族恒例行事となっている。これまで計6万2500本の苗木を植え、13代目團十郎を襲名後も続けるという。植林プロジェクトは命を守る森づくり、エビ森、エビ堂さんが自身のブログで非常気象に疑問を投げかけたのをきっかけに14年に始まった。8回目となる今年も6月5日に長野県山之内町志賀高原の蓮池スキー場で行われ、長女玲香さん、長男勸玄さんも参加。地元の住民や児童生徒ら約500人と共に、使われなくなったゲレンデに水菜、ラーヤ、ブナなど13種類3000本の苗木を植えた。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。